スリムにしないと思うんだよね。たくさん食べてね、本当にヘルシーになる。美味しいです。やっぱり全体的に今まで作り続けてきた味ですのでね、バランスはいいと思います。はい、これから期間限定6日間このレストランを開催しますけども、大子町のならではの食材を使ったたくさんメニュー用意をして皆さんのお越しをお待ちしておりますので。長年こういうことができたらいいなっていう思いでみんないたんですけど、その前に進むことがなかなかできなかったんですよね。で、本当に田舎料理ですけども、素朴な味を味わっていただきたいと思います。いらっしゃい。